30分休憩だ。飯まだのやつは今のうちに行っとけ。なあヒューガ。なんだキヨシ。俺の愛情を受け止める気はないか。は？これだ。お、ディゴバのチョコレートじゃないですか。鏡も好きか。甘いもん苦手なんすけど、これは特別っすね。クロコはどうだ？好きです。めったに食べられませんけど。高いからな。もらいもんか。ああ、お袋からな。バレンタインデー用のチョコだが、忘れないうちに送っておくと言って今日くれたんだ。まだだいぶ先ですね。お前の親らしいエピソードだな。リコに比べれば可愛いもんだ。ああ、あれはなかなか大変だったな。何があったんですか？去年の話だ。差し入れで手作りのチョコを作ってくれたんだ。手作り？監督のことだからすごかったんじゃないですか、味。それがな、最高だったんだ。最高にまずかったんすか？逆だ。うまかったんだ。うまかったんだ。何かのドッキリですか？いや本当にうまかったんだ。信じられないっす。僕もです。無理もない。だが本当なんだ。あれはいつだったかな。突然リコが。ヒューガ君、てっぺい、ちょっとお願いがあるの。実はね、みんなに差し入れをしたいと思ってるんだけど。お、それは嬉しいな。タオルとかスポーツドリンクとか。いろいろ考えたんだけど、手作りのお菓子とか。手作り？なんで手作り？いつも厳しいこと言ってばっかりだから、たまには女の子っぽいことするのもいいかなって。みんな喜ぶだろうな。いやでもあれだ、監督としての仕事もあるわけだし、手作りじゃなくて既製品でもみんな嬉しいんじゃないかな。既製品じゃありきたりじゃないか。リコが作ってこそ意味があるんだ。そうなのよ。分かってくれる？分かると思う。リコの作ったケーキなんて食べてみたいな。ケーキはね、研究の余地がありすぎてちょっと。チョコなんてどうかと思って。いいじゃないか。手作りといえばチョコと言っても過言ではないぞ。いやでもあれだ、バレンタインには時期外れだし。そうかな。そんな小さいことにこだわるな。バレンタインじゃなきゃチョコを作っちゃいけないってことはない。そうだよね。むしろ今度のチョコをお前のバレンタインだと思えばいい。なんかやる気になってきた。心のこもったこの世に2つとない手作りチョコレートを作る、決めた。おお、素晴らしいことだ。応援するぞ。な、ヒューガ。ああ、頑張れ。ありがとう。ああ、それでね、二人には。なんだ？どうした？チョコの試食をしてほしいんだけど。そんなのお安い御用だ。うん、もちろんだよ。腕によりをかけて最高のチョコ作るからね。早速今からやろう。気早すぎねえか。善は急げって言うからな。じゃあこれからうち来て、一日も早く完成させたいんだ。プランはできてるのよ。それはもう行くしかないだろう。そうだな。じゃあそういうわけで。試食？なんかきついっすね。こいつがやたらと前向きでな。リコがあれだけ俺たちのことを考えてくれたんだ。その気持ちには応えなくちゃダメだ。それはそうなんだが。後輩がこんなことを言うのは失礼かもしれませんが、清志先輩の前向きさにとても感心しています。おかげで死にかけたけどな。やっぱやばいんじゃないっすか。でもお前ちょっと楽しそうだったじゃねえか。まあな、あんな経験なかなかできないだろ。何があったんですか？これなんだけどね。これはうまそうだな。でもなんだこの薬品みたいな匂いは。薬品？何にも使ってないけど。妙に青いけど着色料でも入れたのか。ううん、別に何も。そうか。あんまり美味しそうじゃないかな。そんなことないよ。カカオの匂いがしないチョコレートなんて独創的だ。まあ、ああ、そうだな。このチョコにはね、ブルーベリーを混ぜてみたの。な
るほど、だから青いんだな。この匂いもブルーベリーの匂いだったってわけか。多分。そうか。ブルーベリーだからチョコにも合うよね。食べてみて。よし、いただくぞ。いただきます。で、どうだったんすか？それ以降の記憶がなくてな。俺は気づいたら自分の部屋にいたよ。何食べさせられたんすか？チョコだよ、ただの。だがそれは俺たちの想像を超えたものだった。誤解するなよ、まずいんじゃないんだ。記憶をなくすほどの経験をしたってだけなんだ。覚えてないだけっしょ。それがずっと続いたんですか？ああ、俺らもほとんど意地になってな。あそこまで行ったらもうとことん付き合うしかないだろう。一蓮托生ってやつだ。今度はこれなんだけど。なんだ、普通のチョコっぽいな。カカオの匂いがしないのはいつも通りだな。ブルーベリーでもイチゴでも失敗したからね。斬新なフルーツを使ってみたの。何を使ったんだ？梨よ。え？梨よ。梨って、あのラフランスとかか？違う、日本の梨。梨？梨入りのチョコは食べたことねえわ。直感で決めてみたの。見た目は地味なんだけどね、結構いけると思う。食べてみて。じゃあ、いただきます。いただきます。え、なんで？てっぺん、ゆうがくん、ね、大丈夫？ねえ、ねえ、どうしよう。二人とも大丈夫？これってやっぱり私のチョコのせいだよね。いや、もう全然平気だし、心配すんな。お前らしいパンチの効いた味だったぞ。ごめんね、ここまで付き合わせちゃって。気にしてねえし、俺たちの仲じゃないか。私もう諦めようかと思って。何言ってんだよ。でもこのままじゃ本当にバレンタインデーになっちゃうかもしれない。おお、バレンタインデーを目指すのもいいな。お前何も考えてないだろ。とにかくな、日にちなんて関係ないんだよ。リコの気持ちがこもってればそれだけで俺たちは嬉しいんだ。本当？本当だよ。それに諦めるなんてお前らしくねえだろ。ありがとう、なんかやる気出てきた。そう来なくっちゃな。まあ気長に行こうぜ。うん、頑張ってみる。普通に聞いてると感動的な話ですけど。普通じゃないって言いたいのか？つが気を失うってよっぽどっすよね。ふと気づくと自分の体が宙に浮いていて、気を失ってる自分を天井から見下ろしてるんだ。幽体離脱ってやつだな。そのうちまばゆいばかりの光に包まれて、俺はその中を飛んでた。しばらくするととても綺麗な花園が見えてきてな、向こうに川が見えるんだ。川のほとりには亡くなったひいばあちゃんが。それ臨死体験じゃないですか。ひいばあちゃんはお前にはまだやることがある、ここに来ちゃいけないよって。それで気づいたらリコに解放されてた。どうして命を懸けてまで監督に尽くすんですか？リコは特別だからだ。あいつがマネージャーじゃなくて監督なのにはそれなりの理由がある。俺たちがここまで来れたのはあいつがその気にさせてくれたからだ。だからこういう時には俺たちがその気にさせてやらないとな。俺たちの試食の前日には必ず徹夜。それでもリコは弱音一つ吐かずに朝練に出て、監督としての仕事をおろそかにはしない。監督がすげえってのは俺らも分かってますけど。なんだかんだでチョコ作りは楽しかったよ。俺は正直バスケと同じくらいの達成感があった。とにかく成功したんだからな。その話本当なんすか？僕も半信半疑です。本当だ。その後のあいつの頑張りはすごかった。危機迫るものがあった。だから俺らも本腰を入れて付き合ったんだ。この粉は？
ビタミン C 合わねえから絶対に。そうかな。ビタミン D より C の方がいけそうな気はするよな。どういう理屈だよ、説明してくれよ。ちょっと待て、なんだその青い錠剤は。ああ、これは最近出たプロテインで。サプリから離れろよ。わからんぞ、サプリこそが味になるのかも。 100% ねえよ。シンプルに行こうぜ、シンプルに。うん。じゃあ板チョコを溶かして。うん、これくらいで大丈夫かな。うん、十分だろう。ここでバジルを。おい、なんかまずかった？ちょっと冷静になってみろ。俺たちは何を作ってたんだ。あ、チョコだ。そこ忘れないでくれ、頼むから。いやー、俺も忘れてたわ。こういうことってあるんだな。ひと事みたいに言うなよ。とにかく余計なことは考えずに行こう。うん。俺たちはチョコを作ってる、それだけだ。簡単なことだ。うん。特別なことをしようと思うな。普通でいい、普通のチョコでいい。そこにお前の気持ちがこもってればいい。わかるな。うん。よし、じゃあこれはなんだ。溶かしたチョコレート。じゃあこれは砂糖とミルク。よし、混ぜるだけだ。いいな。うん、いけ。混ざった。てっぺ、味見してみて。どれ。お、しょっぱいな。え、あ、砂糖と塩間違えた。この後に及んでそんなベタな間違いすんな。そんな具合に俺たちの試行錯誤は続いた。そしてついにある朝。できた。え、二人が帰った後、一人でちょっと頑張ってみたの。お前寝てないんじゃないのか。これくらい大丈夫。そんなことより食べてみて。おお、カカオの匂いがする。自信作よ。どう？清志、これはなんというかチョコの味だ。つうかうめえ。うまい、うまいぞリコ。ほんと？よかった。なんか俺現実についていけてね。要するにこれは成功したってことだよな。そうだヒューガー。うわなんかすげえ。ゆうがくん、てっぺん、ほんとにありがとう。二人がいなかったらここまで来れなかった。何言ってんだ、俺たちはただ付き合っただけだ。俺はお前がやったんだ。そうだよ、お前はやっぱり不可能を可能にする女だ。え、とにかくめでたい。これを早くみんなに食わせてやりたいな。ああ、箱詰め手伝うぞ。いいよ、自分でやるから。遠慮すんなよ。わかった。あ、でもそれより先にね、二人にもう一つ食べてほしいものがあるの。え？実はもう一種類チョコを用意してたんだ。二人のためだけに作った特製のやつ。俺たちのためだけに？うん、二人のためだけ。秘密にしといてよ。あ、あ、わかった。おお、かわいいな、猫のチョコか。え、ウサギなんだけど。そうか、ウサギか。犬にも見えるし、ネズミにも見えるから、特に問題はないな。お前それ何のフォローにもなってないぞ。形はちょっと崩れてるかもしれないけど、味はちゃんとしてるから。リコがここまで言うんだから、間違いないはずだ。それなら、こっちをみんなに配ればいいじゃないか。だから二人は違うんだって。バスケの時は平等だけど、こんな時くらい特別扱いさせてよ。え、リコ。それじゃ、たっぷり味わってね。それで今度は何があったんですか？なんというか、あんな経験は初めてだった。ああ、お前らは信じないと思うけどな。なあヒューガ、
なんだ清志、地球って本当に青いんだな。ああそうだな。こんな世界が見られるなんてな。ああ、あいつに出会えてよかった。そう思わないか。なんだ唐突に。あいつに出会えたからこんな経験ができてるんだ、違うか。そりゃそうだけど、俺はお前ほど寛大じゃねえし。これもあいつの才能だぞ。まあある意味だ。いい加減認めろ。こんな経験させてくれる監督が他にいるか。まずいねえ。だろ、だからいいんだ。楽しめよお前も。見ろ、月があんなに近い。本当だ、すげえ、本当にすげえわ。おーすげえ。変えて。二人が同時に同じ夢を見るなんて。俺たちは同じ場所に行ったんだ。あれは夢じゃなくて現実だったんだ。意味わかんねえけど否定もできねえ。つか臨死体験よりひどくないっすか。ちょっと食べてみたい気もします。やめとけ、お前らには早すぎる。そういう問題っすか。じゃあ次のバレンタイン、ひょっとして、どうだろうな。あいつのことだ、また何か考えてるさ。楽しみだよな。お前どこまでも前向きだな。クロコ、カガミ、お前らも宇宙に行けるかもしれないぞ。行きたくねえし。ヒューガ君、テッペ。おう、どうした、いきなり。ちょっとお願いがあるの。なんだよ。行ってみろ。次のバレンタインデーなんだけど、みんなに手作りチョコをあげようと思って。え、また手作り。うん、好評だったし、それに土田くん以外は彼女もいないし。いい考えだ。まったく、ここまで女っ気のないのは考えもんだよな。私一応女なんだけど。よし。それでまた二人に試食をお願いできないかなと思って。受けて立つぞ。もちろんだとも。実はもう試作第一号ができててね。え、持ってきてるんだけど。それはいただくしかないな。じゃあ早速あっちの部屋で。な、なじゃねえよ。あいつはああいうやつなんだって。行くぞ。お前ら骨は拾ってくれよ。そこまですか。俺たちには立ち入れねえ感じだな。そうですね、監督、キャプテン、清志先輩、それぞれがお互いを支え合う姿には感動するしかないです。このうちの誰が欠けても青林高校バスケ部は成り立ちません。そんな先輩たちがいるからこそ僕たちは思う存分実力が発揮できるんです。お前強引に綺麗にまとめようとしてねえか。そんなことないです、本当にそう思ってます。ま、わからなくもねえよ。俺だって青林入ってよかったって思ってるし。はい。じゃ、俺らはディゴバで我慢すっか。そうですね。でも宇宙には行ってみたくないですか？お前真顔で冗談言うのやめてくれる？冗談じゃないです、好奇心です。そうがよ。一緒にどうですか？断る。クロコのバスケスペシャル CD フィーチャリング、相田理子。